伊吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。それではまずインスタグラムへの投稿写真から市内の日常をご紹介します。早朝、日の出の時間に撮影された伊吹山とそば畑のお写真を投稿いただきました。朝焼けの様子から秋のすがすがしさが伝わる素敵なお写真ですね。それでは今週の伊吹山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずはウィークリートピックスのコーナーです。大東中学校で来年春から新しくなる制服が披露されました。9月29日、大東中学校で来春から新しくなる制服のお披露目が行われました。この日、大東中学校では新型コロナウイルスの影響で縮小されていた文化祭が2年ぶりにかつてと同じスタイルで開催され、オープニングイベントとして令和5年4月から新しくなる制服のお披露目が行われました。新しい制服を決めるにあたり、生徒12人で結成する制服検討委員会ユニケンのメンバーらが中心となり、去年から活動を開始。実際に制服を試着して着心地を確認したり、制服の顔となる学校エンブレムの形を決めたりしました。新しい制服はスクールカラーである緑を取り入れたダークグリーン色のジャケットにチェック柄のスラックスとスカートを合わせるスタイルで、ネクタイとリボンのえんじ色のストライプがデザインのアクセントになっています。またユニケンのメンバーらは全校生徒からエンブレムとボタンのデザインを決めるコンテストを実施。最優秀者のデザインが採用されました。文化祭では制服のお披露目の後、1年生から3年生までの各クラスが合唱を発表したほか、文化部のメンバーたちが日頃の活動の成果を発表しました。なお、ユニケンのメンバーは11月8日、9日に各小学校を訪問し、4月に大東中学校へ入学する児童の皆さんに新しい制服のプレゼンを行う予定としています。地域の魅力を再発見できるスタンプラリーが開かれています。現在、近江地域でお寺や史跡などを巡る近江地域歴史探訪スタンプラリーが開催されています。これは新型コロナウイルスの影響でイベントなど多くの行事が中止となり、コロナ禍でも楽しみながら体を動かす機会となるよう、去年から始まった催しで、今年は近江地域の寺や史跡など歴史的な場所を巡ります。9月24日、企画を行った近江老人クラブ連合会のスタッフら6人により、スタンプの設置場所に雨風防止用の囲いが設置されました。スタンプは近江地域内の寺や史跡など22箇所に設置され、新城の塚の越古墳や船先の後鳥羽上皇の隠れ洞窟など、地域の魅力ある場所やその場所にちなんだものがデザインされており、台紙の裏面には歴史的な背景を説明しています。近江地域には、昔から古い史跡がたくさんございます。今一度回っていただいて近江のいいところを再発見していただけたらありがたいと思いますので。
皆さん方のご参加を心からお願いする次第です。近江地域歴史探訪スタンプラリーお待ちしてます。なお、スタンプラリーの地図は近江地域福祉センター安らぎハウスで配布されており、誰でも無料で参加いただけます。青岩寺でライトアップや切り絵企画展などが開催されています。現在、米原市にある青岩寺を会場に市内のアートを集めたイベント降りてアート青岩寺2022が開催されています。このイベントは米原駅に降りてもらうきっかけを作ろうと、一般社団法人琵琶湖の元 DMO が徒歩7分ほどに位置し、名勝庭園で知られる青岩寺を会場に行ったものです。この日は内覧会が行われ、会場には招待客や関係者などおよそ50人が訪れ、オープニングイベントとして米原市在住の舞子さんによるコンサートが行われました。本堂で行われたコンサートでは、幻想的な雰囲気の中、舞子さんの美しい歌声と琴などの楽器、時折聞こえる鈴虫の音色が会場を包み込んでいました。その後、今回作品を制作した切り絵作家の早川哲平さんと青岩寺の長島住職によるトークライブが行われ、作品の見どころや寺の歴史が紹介され、カウントダウンの掛け声とともに庭園などが光の世界に包まれました。また青岩寺の書院では、庭園のモチーフとなった不堕落泉の世界と切り絵作家早川さんの持つ仏のイメージで制作された切り絵障子不堕落泉図のライトアップも行われ、障子に描かれた独創的な世界を見ることができます。この降りてアート青岩寺は11月30日まで開催されており、ライトアップは今月8日から10日の3日間、また期間中にはコンサートや生け花の展示なども行われます。イベントに関するお問い合わせは琵琶湖の元 DMO まで連絡をお願いします。姿勢ウォッチのコーナーです。路線バス米原多和田線の運行が開始されました。10月1日から路線バス米原多和田線の運行が開始されました。この日、市役所本庁舎玄関前では運行開始を記念してセレモニーが行われ、新たにバス通学をすることになった多和田自治会の児童らが出席しました。米原多和田線は米原駅から商業施設や医療機関を経由してイングリッシュガーデン、ローザンベリー多和田までのアクセスルートになることから、地域住民の生活利用のほか、観光集客と地域活性化への発展が期待されます。式では平尾市長が、新しい路線の開通は米原市だけにとどまらず、湖北地域、また滋賀県全域での新たなにぎわいの創出に必ずつながっていくものであると期待を述べました。また米原多和田線の開通により、バス通学ができるようになった児童を代表して、6年生の粕淵誠さんへ平尾市長から通学バス定期券が贈呈されたほか、米原中学校吹奏楽部の演奏や特別ゲストの羊のショーンの登場に会場はお祝いムード一色になりました。米原多和田線を運行するバスはローザンベリー多和田の広告による特別なラッピング仕様。セレモニー終了後には多くの利用者を乗せて米原駅を出発しました。
それではここでワクチン接種ホットニュースのコーナーです。今週のホットニュースはこちらです。米原市では10月からオミクロン株に対応した2価ワクチンの接種を行っています。オミクロン株対応ワクチンの接種対象者は1、2回目接種を終えた12歳以上で最終接種から5ヶ月以上経過している人です。すでに接種券を持っている人はオミクロン株対応ワクチンを予約することができます。また新たに4回目接種の対象となる人に3回目接種完了時期に合わせて接種券を順次送付しています。送付時期の予定はご覧の通りです。接種券が届きましたら予約をお取りいただけます。米原市に転入したときにすでに3回目接種を終えていた人は市からの接種券が届かない場合があります。窓口申請のほか市公式ウェブサイトにある接種券の再発行申請フォームから申請ができるようになりましたのでご利用ください。接種券をなくしてしまった方も申請していただけます。集団接種日程は接種券に同封しているチラシをご覧ください。10月から米原市役所の会場が旧米原庁舎から本庁舎に変わりますのでご注意ください。また市立長浜病院は対象者を限定していますので詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。個別接種医療機関でも10月からはオミクロン株対応ワクチンに切り替わります。接種を希望される方は直接各医療機関にお問い合わせください。続いては今週から4週続けて各学び合いステーションをご紹介します。今週は3棟学び合いステーションからお届けします。それでは VTR をどうぞ。障害学習機能を核とした交流の場公民館が令和3年度から学び合いステーションへと変わり1年半が経ちました。利用範囲が広がりより使いやすい魅力ある授業を実施する施設として展開しています。今週は3棟学び合いステーションきらり3棟の秋の一押し情報をご紹介します。皆さんこんにちは。3棟学び合いステーションきらり3棟の竹越です。こちらからは秋の一押し情報をお届けします。1つ目の一押し情報は昨年本館の1階に設けた市民ギャラリーです。月替わりで市民やサークル団体の皆さんが素晴らしい作品を展示いただいています。新鮮野菜が並ぶキラリショップも市民の交流、心の癒し、安らぎの場になっています。また現在地域の宝物三島池と伊吹山をテーマにした絵手紙写真展春夏の部の作品を展示しています。秋冬の部の作品も募集していますのでぜひご応募ください。お待ちしています。2つ目はプロから学ぶ就活×人生会議の開講です。この講座では就活アドバイザーや弁護士を講師に迎え人生100年時代を迎えて元気なうちにその準備をしていく就活に関する知識や制度、情報等について学習します。3つ目は第50回3棟文化祭の開催です。11月5日土曜日、6日日曜日の両日、ルッチプラザ、3棟学び合いステーション、市民体育館を主会場に開催します。文化祭はステージ発表と作品展示を中心にプロマジシャンによるイリュージョンショー、新鮮野菜の即売会と日用品等のバザー、
景品付き餅巻きを予定しています。模擬店も出店しますので、ご家族揃ってご来場ください。最後の一押し情報はリニューアルされた市民体育館です。皆さんに身近に親しまれるスポーツ施設を目指して、毎月1回日曜日の午後、市民無料開放デーを設けていますので、ぜひご利用ください。三島学び合いステーションでは、市民の皆様が気軽に障害学習やスポーツに親しめる場作り、体験作りの場を企画して、皆様のご来館、各種講座へのご参加をお待ちしております。スローガンは、みんなでキラリ三島へ行こう。以上、三島学び合いステーションキラリ三島からの事業 PR でした。来週は米原学び合いステーション未来区米原からお届けします。特集のコーナーです。今週は米原市内で続けて発生している無施錠の住宅や車を狙った窃盗事件、特殊詐欺被害防止についてお届けします。それでは VTR をどうぞ。こんにちは、米原警察署生活安全課の宮川です。米原に住宅を狙った空き巣や忍び込みなどの泥棒や、車の中にある貴重品を狙った車上狙いが多発しており、非常に危機的な状況であることをご存知でしょうか。こちらをご覧ください。過去5年間の犯罪発生状況を分析した結果、米原市は住宅を狙った泥棒の被害の割合が県内で最も高く、約240世帯に1世帯が被害に遭われています。しかも最も割合が低い市町と比べると、なんと4倍近くも高いのです。どうして米原市は住宅を狙った泥棒の被害が多いのでしょうか。これを見ると、泥棒の侵入方法の約7割が無施錠箇所からの侵入であることが分かります。今年に入り、市内で連続発生した住宅や車を狙った泥棒は全て無施錠が原因でした。鍵をかけなくても、今まで被害に遭ったことがないし、うちは大丈夫と軽く考え、鍵をかけずに外出されたり、鍵をかけずに車を駐車されたりする方が多いのが現状です。それでは、最近発生している買取業者を装った泥棒の手口をご紹介します。もう誰だろう、せっかく気持ちを寝てんのに。もういいか、ほっとこう。ごめんください。米原商店って言います。ちょっと不用品の買取所でやらせてもらってます。買取？買取ってあんた、ちょっとそれ、ああ、どれやんか。よろしいよろしいもん。え、何がよろしいんだよ。よろしいあんた、何やの。ああ、私のカバンがあらへん、泥棒やわ、どうしよう。こうした泥棒被害を防ぐには鍵かけが重要です。犯人は人気の少ない場所や時間を狙っています。少しのお出かけでも忘れずに、自宅と車に鍵をかけるようにしましょう。次に、泥棒だけではなく、もう一つ気をつけなければならない特殊詐欺についてお話しします。特殊詐欺とは、電話やメールを使って被害者を信頼させ、
現金などを騙し取る犯罪です。このグラフは米原署に寄せられた詐欺と思われる不審な電話とメールの相談の件数です。今年の7月以降、相談の件数が急増しており、毎日のように市内のどこかのお宅に詐欺電話がかかってきていると考えられます。特殊詐欺で多い手口は、警察官を装って電話をかけた後に訪問し、キャッシュカードを騙し取る手口、市役所職員を装って還付金があると騙して ATM に誘導し預金を送金させる手口、携帯電話やインターネットサービス利用料などの未払いを装った架空請求メールを送り支払いをさせる手口です。それでは最近特に相談の多い警察官を装った特殊詐欺の手口を紹介します。はい、米原です。もしもし、米原警察署の北別府です。乃木山と豆川という詐欺の犯人組を逮捕しました。犯人があなたの通帳を持っていました。私の通帳ですか？はい、あなたのキャッシュカードを調べるので、今から捜査員をお宅に向かわせますので。わかりました。ほな準備しときますわ。どうもごめんください。どうもすいません。米原警察署の方から来ました。聞いてます。先ほど聞きました。先ほど捜査員の方からお電話あったと思うんですけど、はい、お持ちのキャッシュカードを証拠品という形で預からせてもらおうと思うので、はい、そのお持ちのキャッシュカードをこの封筒の中に入れてもらってもいいですか？はい、はい、準備させてもらっておきました。はい、すみません、ありがとうございます。はい、それではここにちょっと封印という形でちょっと印鑑をしてほしいんです。印鑑、はいはい、ちょっとすみません、印鑑ちょっと取っていただいていいですかね。はい、ちょっと待っててくださいね。はい、印鑑どこやったかいな。確かこのカバンの中に入ったったはずなんやけど。はい、どこに置かさせてもらいましょう。それやったらここの方にちょっと重なるような形でちょっと印鑑をしてもらってもいいですかね。わかりました。それでは、はい、この封筒なんですけど、はい、また別の警察官が取りに上がりますので、はい、それまでは大事に保管しておいてください。わかりました。中身はちょっと封印がしてあるので、はい、絶対に開けないようだけお願いします。わ、はい、かりました。すいません、ありがとうございました。こちらこそすいません、はい、お世話になりました。失礼します。気をつけて。詐欺の犯人は言葉巧みに騙して慌てさせます。電話でのお金の話は詐欺ではないかと警戒してください。詐欺被害に遭わないようにするには犯人と直接話さないことです。電話を留守番電話にしておくことで被害防止につながります。少しでも怪しいなと感じたら110番通報をしてください。米原を安全安心な街にするためにも、家族やご近所ぐるみで防犯意識を高めましょう。